です。オ、okay. ーケー、まあ、いろいろと質問が、えー、と来ていて、皆さんからあと本当にどうもありがとうございます。もうあ,のあんまり紹介はしませんね。僕の紹介と僕が誰か、それとこのチャンネルの目的は、まあ、できればこの説明、ビデオの説明というところを、えー、と見てください。まあ、僕は投資家で一応、ウォール・ストリートで自分のヘッジファンを持って売却した人なんですけど。 でまあ、この頃はできれば政治のこととかビジネスとか経済も話したいんですけど今本当に株がすごくこの3瞬間激しく動いていてやはりいろんな株のことの質問があって、まあ、株とか、えー、と FX、えー、とまあ債券、えー、まあ時々、えー、商品、他の商品、まあ、コモディ,ティ金とか銀とか金属とかそういう対しての質問がいっぱいあるので今この頃総理に対しての質問がすごく多く含み損 に対してどう対処するか <coughs> それの質問がいっぱい来てますねやはり僕も、えーまあ、皆さんに <coughs> どうするかっていうアドバイスを毎日してるけどやはり含み損がある人はいっぱいいると思います、えー、特にこれほど株が急激にこの3週間程度あこの1ヶ月程度で下がっている場合にはもちろんもう株を持っていてもう損している人たち で含み損しててどうするか今持っている株をどうするかに対しての多分考えは多いと思うのでそこに対してちょっと今日は話したいと思いますであの、まあ、今日のビデオを4つの、えー、話題に分けたいと思いますなので1つ、えー、もしあなたが、えー、もうポジションをまだ持っていない場合どう対処するかまず2つ目 <laughs> もしあなたがもうポジションを持っていて株とか持っていて損しているそれでまあ短期的にどうしたらいいか短期的の戦略で3つ目もしあなたがポジションを持っていてそのポジションが損していて長期的にどう考えた方がいいかこれ本当に分けなくちゃいけないです短期的と長期的それとあの4つ目あのですねあのが、まあ 僕も、えー、と昨日と今日ちょっと発見し始めたとても面白いことです、マーケットに。で、皆さんも実に絶対知った方がいいと思うことを少し、えー、と話したいと思いますあの。4つ目が多分一番面白くて、まあ少し希望を皆さんに持たせると思います。もしかしてマーケットは、えーまあ、長期的に回復し始めるかという、あのまあ一つの、えー、強行ですね。<laughs> Right. まず一つあなたが今このビデオを見ていてあのポジションをまだ持っていない人たちあのこれは初心者かもしれませんそれとも経験がすごくある人かもしれませんけどとにかくほとんどポジションが持っていない人まあ多分何言うかみんなわかりますねで<笑>,笑うと思うけど何もしない do nothing もう本当に ラッキーだと思いますあのこれほどの程度の急激な、えー、暴落に対してポジションが持っていない人たちは多分少ないと思いますけどもしあなたがその1人だったらただじっと見ておいしい機会はいっぱいあとで来ます前もビデオで言いましたけどライオンになる、ね、これはライオン戦略ですメディア家族友達 YouTube ビデオの人たち、あのー、ソーシャルメディア、どこでも,もう今エネルギーがすっごい高いです。株式市場。無視していい。学んで、もちろんまあ無視っていうか、無視はちょっと強すぎるけど、それの影響で何かしなくちゃいけないっていう、この初動的な、えー、自然な自分の意欲を収めるのがすごく重要です。前も言ったけど、ライオンになるですね。 ライオンは羊の騒ぎを気にしないこれ、すっごくすごく重要であの何回も何回も何回も言いますけど、まあ、もしあなたがポジションをほとんど持っていない人だったら何も必要ないですいっぱいいっぱいいい機会はいっぱい出てきます、あとで。マーケットっていうのはそういうふうに動くんですよね下落しているナイフはキャッチしようとしない、まあ、これも何回も何回も言いましたけどすいませんね、また言います。 ライオンになってライオンは羊の騒ぎを構わないずーっとじーっと見てライオン僕も実は1回アフリカに行ったことあるんですアフリカまあ23回行ったんだけどアフリカのライオンとか自然のライオンを見るとほとんどただ寝ていて待ってるんですねあのー で、まあ、オスとメスがいるんだけど、まあ、<laughs> メスがほとんどの狩りハンティングしてるんだけど、メスが狩りをしてるとき、獲物を取ろうとしてるときは、じっと待ってるのがすごく多いんです。で、タイミングがすごくいいとき、バーッてすごく極端に攻撃をする。それが僕のライオン戦略っていう、あなたも皆さんもみんなライオンになるっていうおすすめです。It's very difficult. 特にこ YouTube ビデオ多分見ていて何かしたい、ダンサーから何か見て私がこんなに時間を使って勉強して何のために使っているの多分皆さんは思うけどこれは学ぶんです学んで経験なんて言うんだろう学んで次のためにこれは自分に対しての投資ですねこの学ぶこの教育エデュケーション一番いい教育、まあ 一番とは言いませんけどとってもいい自分に対しての投資です。お金で足してなくても知識で足しています。でもし何かしたかったらペーパートレーディング、偽お金でアカウント、口座を作ってできる証券会社はいっぱいあります。実際のお金でやる必要はないです、今は。でトラップにならないのはあのペーパートレーディングでお金作り始めてなぜこれは本物じゃないんだっていうすぐ初動的にすぐ本物のお金に変えてしまう。 今はすごく激しいから数週間ぐらい最低数ヶ月ぐらいペーパートレーディングで試してみてどうなってるかちょっと見てみてそんなの12週間で決めないと思いますねなのでまあもし初心者だったらそれがすごくおすすめです OK 今日の項目2番目の点もしあなたがポジションを持っていてあのー、まあこ,れこの含めゾーン <laughs> に対しての対象,法対象方法、短期的対象方法ですね。短期的、これはもしくはあなたが短期的な戦略を使っている人、それとも,あの、まあ、もう引退していてあの少し年を取った高齢者の方に対してもちろん期間、投資期間は違います。ね。短期でどうするか、ポジションを持っている場合。 すっごく難しいですね、多分、一番一番今日言った1番目より自分何もポジションな持ってないより2番目の方がもっと難しいと思います。自分がポジションを持っていてそれが損しているのを多分毎日見ていて何かしなくちゃいけない何か戦う必要があるっていう多分心の中で思っていると思います。それは自然ですね、これはあのまあ、心理学の本も読めるし。えー、まあ 生物とか人間がどうできてるか人間の歴史とか読むと大体人間は何か襲われてるときは、えー、fear or flee って英語で言うんだけどまあ、えーまあ、fear or flee、えー、何か襲われて叩かれてるときは逃げるか叩き返すっていうのがこれも自然の初動的なエネルギーなんですなのでこれに対して何もしないっていうのも多分すごく難しい けど本当に状況によります。あなたがあの、まあ、数万円しか持ってなく、<laughs> あのそれを損していて、あのまあ、小さな損だったら、まあ、何もしないですね。と僕はまだお勧めします。まだ多分自分のなんてうんだろう年収はここから上がれると思うかもしれません。なので ちょっとだけのお金,の金額のお金で投資している場合はまだ短期的には何もしないと思います。でも、まあ、それがちょっとではなく自分の財産の何割か、えー、10割でも50割でもすごく損している場合、どうするか何をするか。短期的には本当にまだそれでも何もしないと思います。多分今買,う買いたいと、えー、もう,そう,いうすごい感情が強いと思いますけど、<coughs> 僕は下落しているナイフをキャッチしているよりナイフが1回、まあ、回復した時これは1週間かもしれません6ヶ月かもしれません回復してた時に少しずつ売るのが短期的にいい、えー、戦略かもしれません <laughs> 例えばあなたがあの、まあ、60歳70歳の方であと10年ぐらいの期間でだけのまあ そうですねちょっと難しい例ですね、もう少し短期的に考えれば、まあもしあなたがそのお金をこの数年間で必要、絶対必要と思っている人、で短期にどうすればいいあの、このお金は本当に必要、今、口座に入ってるお金と思っている人は、まあ僕だったら、回復はいつかは大体あります、下がっている途中にも大体のマーケットでは上がったりする時もあります。 なのでその上がっている時に少しずつ自分のポジションを減らして売るんです。でもちろん、それ売っている時は自分が買った価格から低いかもしれません。けど、覚えておくのことは全部を売らなく、えー、例えば自分が1000万の財産を持っていて株式市場が今30%下がってそれでまあここから10%上がるとしたらその1000万円のそうだろう。 10分の1かな、まあ、5分の1ぐらい打ってみる。で、またそこからまたに10%上がったら、また少し打ってみる。でも、いつも少し残っておく。これが後悔しないようにのメンタルトリックですね。あのいつもポジションを持っていれば、もし株価がめちゃくちゃ回復しても、ああ後悔っていう感じは完璧にしない。全部打って、完璧に,完璧に30%回復したら、多分すごい幸福。 公開したよなのでポジションというのはゆっくり入ってゆっくり取るというのが一番の,あの僕のおすすめの戦略ですね。これは短期的に。なので、まあ、今はとても苦しいと思いますけど、えー、Hang on,、uh, be brave, 勇気を出して、えー、いつかマーケットは、まあ、逃げ道を作ってくれます。なので上がっている最中に最初から 自分のダイアリーに書いて、あのここまで来たら、ここぐらいをちょっと打ってみる。ここまで来たら、ここぐらいをちょっと打ってみる。ここまで来たら、ここまで。全部最初から書いておけば、あのまあ、論理的に冷静に、その時が来た時に行動が取れるかもしれません。Right. 3番目。もしあなたが長期的の戦略を持っている人、 で今損している場合 <laughs> こういう人たちは、まあ若,手のまあ、若い人かもしれません20代、30代、40代僕は40代も若いと思うけど <laughs> 特に日本の平均寿命なんて世界にすごいトップの方だから40代でも50代でもずごいぶん時間は残っていると、まあ、別の話なんですけどもし長期的な戦略を持っている人は全然違うと思います。<laughs> 長期的でしかも お金が必要、この今、口座に入っているお金が未来的には必要じゃない場合は、僕の場合でしたら、何もする必要ないと思います。もし回復があった場合、ちょっとぐらい売ってもいいけど、逆に回復が,があった場合、安全的な投資を自分のポートフォリオにもっと入れるべきかもしれません。 例えば株と逆に動くのがよく、まあ、国際債券ですね。いつもじゃないけど、長期的にはだいたい逆に動くのが多いです。ねそれとか金あの。こういう安全商品を自分のポートフォリオに入れる。今はあのまあ価格が随分と上がっている。なぜならまあ株価が暴落している間は安全商品の価格がすごい上がっている。なのでもし株 市場が回復した場合、自分のポートフォリオ株を売らずに安全商品をもっと入れるんです。自分のポートフォリオの割合、えー、この分岐の割合を変えるんです。もし今のポートフォリオが80%株であなたは長期的に投資していて、このお金はあ,のあんまりまあ 短期で見ると必要ではないと思っていて、ですごい損していて、今すごいあの不安な感じの場合は、まあ、ちょこちょこ、えー、マーケットが回復しているとき、安全な商品を追加するんです。これは長期的なためにもし次のクラッシュがあったとき、暴落があるときには、まあ、経済が。 えー、景気後退になっているときは、そういうサイクルではこの安全商品がすごくパフォーマンスが高い、それで逆に経済が上がっているときに株のパフォーマンスが高いとバランスがあるようにそうした形にポートフォリオを作るというのが僕のおすすめです。なので、まあ、さっきの例で、えー、もしあなたが1000万円を持っていて、 あのもう少し若い方、それであの、まあ、長期的に考えている人、で今損していてすごく不安な感じ、どうすればいいか。<laughs> まあ僕でしたら、少しだけ株式数が回復しているときに、安全の商品がもっとポートフォリオにいる、例えばアメリカの国際債券、日本の国際債券、金。それで 自分のポートフォリオの割合を最初から決めとく、長期的に。例えば10年の、これからの10年は、私は、それとも僕は、株をポートフォリオの50%にしたい。で、金をポートフォリオの25%にしたい。すると、国際債券をポートフォリオの25%にしたい。で、その割合をいつも同じにするんですよ、この10年間。 これは例えばですよ、長期的な人で。そう割合を決めてあれば、自動的に新しいお金が来て、これは積み立てという戦略ですね、新しい収入が来て、それを投資しなくちゃいけないとき、まあ、減っている部分に自動的にお金をがいっちゃうんですよ。なぜかというと、割合がいつも同じにするためには、例えば株が下がっているときには、そこにかか株がいってしまう。それで、 まあ逆に株がすごく上がっている時には金とか債券の方に自動的に割合を同じにするために自動的に行ってしまう。だからこういう積み立て戦略がおすすめですね。で,まあ、できればこれはタイミングで、まあ、少し回復している時に安全商品を買って。 えー、まあ、回復してないとき、暴落してるときに少しずつ株を買ったり、まあ、できるだけ確かにそうですね。それが一番に効果が高い。だけど、僕の一番のおすすめは、あんまりマーケットを見ない。あ,あなたは長期的に、もう、5年以上、例えば五年以上の期間で考えていれば、しかも、もしくは10年、20年、30年。 この割合を決めるのが一番大切です。これからの10年、どのぐらいのリスクを取りたいか。例えば、すごくリスクを取りたい人は、この割合は、もしくは株70%ですね。で、例えば、金が15%、それと国債債券が15%。なので、株が一番高いリスクの商品がポートフォリオ、自分の財産の割合で一番高い部門に入ってしまう。 でもこれは自分で判断しなくちゃいけないんです。自分の性格、それと自分のライフゴール、それと自分、いつそれの金額が必要になるかに対して、例えば子供を産んだり、病気になったり、引っ越したり、仕事が変わったり、いろんなことが、皆さん、自分の事情全部違うので、一般的なアドバイスは僕はできません。でもこれは例えばの話です。で、逆に、もしあなたがもう少し安全的な、長期的な考えをしていれば、例えばの話で、あの株を40%自分の。 ポートフォリオにしてあとの60%を30%ずつ金とか国際債券に分けてみるですね。で、できるだけ多様化して、まあえー、と分担した方がポートフォリオはもっと安全的ですね。これはとてもとても重要なポイントです。できるだけ多様化する時の方ができるだけ長期的にパフォーマンスは安全です。何回も言います。 多様化するほどもっと安全だから株の割合を決めるとき日本株外国株途上株先進国株ちゃんと割合を決めておくどの部分にどのぐらいを投資するか国際債券の方も日本もあるしヨーロッパもあるしアメリカもあるなので一応決めておくもし簡単にしたければ例えばの話ですよ例えば あのまあ、50%株ですね、これは、まあ、アメリカ株の ETF、SPY。アメリカ株の SPY と日本株、えー、ETF、いろいろあるんですけど、僕が知ってるのは日本円では DXY、まあ、これ全部アメリカ市場に載ってるの。だからもしあなたが株に50%欲しかったら25、25%DXY、日本株 ETF、25%SPY、アメリカ株 ETF。 ですね、であとの50%残っているの 25%GLD 金 25%TLT アメリカ国際債券これが例えばの話の、えー、簡単な多様化のアプローチですでこの割合を決めておく例えば5年期間ずつにオッケー今から5年間僕はどう思うか まあ、景気後退になる <laughs> 確率はかなり高い。なので、もう少し安全的な戦略でいった方がいいかもしれません。だから株のところ50%、40%のトータルで、あとは全部安全の方に割合をもう最初から決めておく。で、積み立てる。まあ、これが長期的な僕の、えー、アドバイスですね。もし、まあ、あなたが損していて、これからもっと投資していたいという人たちに対して。 Okay. 一番最後の点、4番。まあ僕もちょっと数日前から発見していることなんですけど、ちょっと様子を見たくて、まあ今のところはトレンドが随分と明確になった。なので皆さんにお知,たいおしお知らせたいことがあります。発見、えー、特にすごく面白いこと。今はもちろん株式市場はまだ暴落中ですね。大体ピークから 今のところまでアメリカの株式市場も日本の株式市場も大体30%ぐらい下がってます、ね。あの30%以上ですね、はっきり言って特にまあアメリカの DAO とか。で、この株が暴落しているときは大体歴史的には安全の商品が買われるんです。金とか国際債券、先ほど言ったように。 今回は、まあ、金は最初に買われてた3週間前ずっと上がっていたでも今のところは売られているこれはなぜかというとまあ <laughs> 今現金不足の世界でお衣装が多いなので証拠金を立てるためあの、まあ、前も言ったようにあのこの強制決済が出る前に現金が必要という世界はみんな何か売らなくちゃいけないということになるんですで、まあ 大体順序を見ると多分安全の方を一番最後に売るですね。で、一番危ない方を最初に売る。大体暴落なサイクルは。だからもちろんあの金は最初に売られなく、後で売られる。と、まあ僕も前、ゼッピーのビデオで言いましたけど、これがおすすめ。金が多分ショート。で金は多分その時1650かわからない、1700ぐらいかな。わからない、そこら辺だったけど、今大体1500まで戻った。 あのまあ、大体こういうパターンがあるからでももう1つおも面白いのがアメリカの国債債権特に10回り、えー、とこれは10国債10債っていうのかな分からないけど、まあ、10 year bond アメリカの国債債権を見ると面白いパターンがこれ週足のチャートですね週足のチャートかなりこれピークから落ちています 1> 今170でピークが実は先週だったんですよもう190ぐらいいってこれ10回りですねあすいませんこれ10回りじゃなく30回りです30年回りなので一番一番あのー、まあイールドが高い方でもチャートは10回りと大体同じですとにかくすごい下がっていますこのでっかい赤いローソクキャンダルを見るとかなり下がっていますでここが面白い ですね、安全な商品が一番、まあ、世界で安全と見られている商品、今のところはアメリカの国際最近デフォルトがあったことないから、が売られている。まあ、金も確かに売られている。けどもっと詳しく見るとリーマンショックの時今みんなリーマンショックと比べてて、僕ははっきり言って、今は全然リーマンショックと違う状態だと思う。 あのー、これは外部からコロナウイルスの影響でなったショック、あのー、金融危機とちょっと違うショック、リーマンショックの時でも面白いことに、どこでしょう、ああ、そうですね、このチャート、2008年の12月。 同じさっきの国際債権かなり下がり始めていましたで面白いことはこれが下がり始めるのはマーケットのボトムマーケットの一番低い方の前からこれが下がり始めたんですでアメリカ株式数のボトムはこの数ヶ月後だったんですでここから回復始めたなのでつまり国際債権の世界の方が最初に動いたんです最初に 安全の商品が売られてからその後最後の段階でリスクな商品株が回復し始めたなんですこれがリーマンクラッシュの一番低い時2009年の3月の時に株式指数世界全体がボトムでそこから回復を始めたんですでその数か月前にこの安全のアメリカの国債債権たい逆に動くのがもう下がり始めていたなのでもしくはもしかして わかかりりまままませせんんけど僕もも様子をいてみます中期的に回復の始まりは近いかもしれません今日もビデオを見てくれてありがとうございます。まあ、今日の概要をまとめると4つの点ですね。もし何もポジションを持ってなかったら何もしない。もしポジションを持ってて今損していて短期的な人はまあ上がっている間に少し売るポジション持っていて長期的なマインドセットだったら積み立てで自分の割合を決めて まあ、回復しているるにに他に安全な商品を追加する4つ目今日、まあ、発見、アメリカの、えー、国際債券の世界では、まあ、もう下がり始めていてこれはリーマンの、えー、クラッシュの時の、えー、2008年12月とすごく似ている状況なのでもしかしたら、まだ分かりません、中期的な回復はあと、まあ、この1ヶ月か2ヶ月後に始まるかもしれません。 Alright, now the English version. Uh, sorry, I was 30 seconds off. My name is Dan Takashi. Thanks for watching my channel. The main objective of this channel is to talk about news related to finance, investment, markets, uh, economy, also sometimes politics and life advice. Today, um, well, first of all, um, my in terms of my experience, I've been investing for 22 years. I was on Wall Street since 19. I started my own hedge fund when I was 26, and I sold that hedge fund when I was 30 years old. Uh, please look at the description of this video for more information as to who I am to make sure that I'm not some weirdo just talking about financial advice. <laughs> Today, what I want to talk about is if you're losing money in the market right now, which is probably the majority of people, given how uh, quick and devastating this market has been. Um, what you should do and how you should think. And I want to sum this up into four main points today. Number one, I want to talk about if you have no positions, what you should do. Uh, this is very simple. I've said it over and over and over. If you have no positions, do nothing. It's very, very tough. Be a lion. The lion does not mind the business of sheep. Do not mind the business of sheep, the media, whatever's around you, all the noise. Ignore the noise if you can. Learn from the experience. If you have to trade, do it with paper trading. You can do paper trading. It's fake money and you can learn a lot. Very difficult to do, but that's my biggest advice. Number two, uh, if you have positions and if you're a short term investor or trader, uh, my main advice is that usually when there's a big, big sell off in the market, there's opportunities to get out. Uh, so far, there have been very, very little, but during rallies and during recoveries, you can sell some of your positions. Uh, and this may be because you need some of this cash short term. Um, I would recommend you get out, but do it slowly. So, um, so, for example, if the stock market recovers 10%, sell a quarter of your holdings, uh, recovers another 10%, sell a quarter of your holdings, recovers another 10%, sell another quarter. And then, yes, it's recovered all the way to the top, but you still have some stock left over. So, the point is you do it slowly and you never sell everything or never buy everything. Do it slowly. Number three, if you have positions and if you're a long term investor, perhaps if you're somebody young or you don't need the money and you're thinking many, many years in advance, uh, my, my best advice is that uh, try to create a portfolio and from the beginning have a diary or have some sort of notepad to say, this is the percentage I want to allocate to each type of investment. For example, 50% to stocks, 25% to uh, bonds, 25% to commodities or let's say gold keep the percentages the same and then every month put money into the portfolio to keep the percentage same and by having this discipline you will automatically be let's say stocks sell off in order to make sure that your portfolio goes back to the 50% mark given that last example you'll be buying stocks when they are low uh, and vice versa if stocks are too high and the portfolio percentage goes above 50% you'll be putting into bonds or gold or some something else. So that's my advice. Keep a balanced portfolio of high-risk investments that do well when the economy does well, like stocks, but also safe investments like gold and treasury bonds. Uh, how you want to divide this up, it's really up to your personality, it's up to your life goals, so I can't really comment on that. Somebody who's very high risk long term, maybe you want to do 80% stocks and then 10% gold and 10% bonds. Uh, that's an example of somebody who's more conservative. You have to be very honest with your personality here. Everybody likes to think that they're a gunslinger and they're a cowboy, but be very honest with yourself. If you are not one of those types, make sure that you can always sleep with whatever money you have invested. Very, very important. If you can't sleep, you're doing something wrong. If you're more conservative, maybe 40% into stocks, 30% into gold, 30% into bonds. That would be my main advice. Uh, for stocks, you can use ETFs like SPY, SPY for US ETFs. Um, VWO for emerging markets or EEM for emerging markets. For gold, you can use GLD, another great ETF. For bonds, you can use TLT, which is the main US uh, bond uh, ETF. So these are just some basic tools you have of ETFs uh, that you can use, which have very, very low cost to just keep a balanced portfolio longer term and just continue to invest every month without paying up too much attention to what's going on in the market because automatically. If you keep the percentages the same and have discipline, you will be buying what's low and selling. Uh, sorry, buying what's low at all times. Uh, you're not selling because you're a long-term investor and you don't need the money. So that's number three. Number four, um, something very interesting uh, that I've realized in the market: bonds, U.S. bonds. Uh, the last couple of weeks have started to sell off quite a bit from the peak. Uh, mainly looking at the 10 year and the 30 year US bonds. This is actually very similar to what occurred during the Lehman crisis. Uh, during the Lehman crisis, uh, stock markets bottomed during March of 2009. But before stock markets bottomed, actually US bonds peaked before. Usually they move in the opposite direction because US bonds are very considered a safe haven investment. Stocks are considered risky, so they should move opposite. But Interestingly, if you look at December of 2008, US bonds started to sell off just a few months before the stock market started to recover. So, given the fact that the same thing is happening right now, um, I think it's very interesting because this may indicate right here that perhaps uh, we are maybe one or two months away from the recovery phase in the stock market. Thanks again for listening. Please subscribe to my channel because I also do English and Japanese. And I look forward to speaking with you tomorrow. Good night.